はい、えー、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。今日は、えー、このお金の教室 「僕らがおかしなクラブで学んだ秘密」というタイトルの本をご紹介したいと思います。でこのチャンネルでは私がまあほぼ1日1冊ですね何かしら本を読んでその内容をレビューするというチャンネルになっています。でこの本は2018年の3月に発売された本なんですけども、まあ、あのタイトル通りですね今日はあのお金についてのお話になります。でまあ、あの最近このチャンネルでもですねお金についての本を結構紹介してますので村上義明さんの本とか 結構有名な方が書かれた本から例えば有名な本あのロバート清崎さんとかですねあのそういう本もご紹介をしてます。で,、まあ、その流れで購入した本になりますで内容としてはですねこれちょっとあの本の表紙にすごくいいまとまりがもうできてるのでそこからご紹介したいと思うんですけども、えーとまあ、そのお金を手に入れるためにですね、まあ、どういった方法があるのかっていうことを えー、説明をしながらですね、えーまあ、お金について考えていくという内容になっていてここにイラスト書いてあるんですけども、まあ、ある先生がいますとでその先生に対して、まあ、普通の家に暮らしてる、まあ、少年と、まあ、お金持ちの家、まあ、実は事業を営んでる、えーまあ、お金持ちの家に生まれた、まあ、女の子この2人が、まあ、先生から学ぶというような構成になってますで結構あのちょっとタイトル思い出せないんですけども私がこのチャンネルでレビューした他の動画の中にもですね、えー、とこういったその うんとレクチャー形式でそのお金についてお伝えをしますっていうえ構成の本が結構多いなっていうのがあの最近の感想なんですけどもまあそういう流れですねになってます。内容はえとまあすごく簡単にというかあの簡潔に説明するとですねそのお金を手に入れる方法っていうのはここにある6つの方法がありますと。でえまあ稼ぐ、盗む、もらう、借りる、増やすと。 いうことで,で最後は、これ、ハテナになっています。これちょっと後でご紹介するんですけれども、まあ、基本的にこの本の、えー、構成として、半分ぐらいはですね、まあ、その稼ぐっていうものと、もらうっていうものと、盗むっていうものの、まあ、定義について説明をしてますと。で、その後とにまあ借りると、増やすっていうところをまあ簡単に説明して、まあ、最後、えー、実はその一番大事なところかと思うんですけども、このハテナのところに入っていくと。 有効性になっていますで、えっと、まず最初にその、えー、稼ぐ盗む増やすあもらうというところを説明するとどういうことかというと,、うんとまあ、一般的に、えっと、サラリーマンを例えばイメージした時に稼ぐという方法でお金を手に入れてる人はその自分の労働を、えっと、社会に対して えーまあ、有益な形で提供してるとでその対価としてお金を頂い,いてるっていうのがまあ仕事でまあ実績をまあきっちり上げている人とか、まあ、あの最低限会社から期待されてる、えーまあ、成果を達成してる人っていう人が達成してる人っていうのがこの稼ぐっていうところに入ると思います。それが、まあえーと そういうい、まあ、稼ぐお金の手入れ方ですねでそれに対してじゃあもらうっていうのはどういう状態かっていうと、まあ、例えばサラリーマンで実はそのパフォーマンスとしてはあんまりこう良、うん、くないと、まあ、期待された水準よりも良くない状態なんだけれども、まあ、会社員として、えーまあ、対価は提供しているし、まあ、会社側も労働の対価としてまあ賃金を払っていると、まあ、そういう関係性になってるとつまりその稼ぐっていうその市場に対して、まあ、社会世間に対して 大きなな価値を提供していいるわけけじゃないんだけれども、まあ、変な言い方ですけど歯車としてまあきっちり仕事は果たしているとその悪いことはもちろん決してしてないし、えー、まああの経済を回すためにまあうご、まあ、もらっては使ってもらっては使ってっていうのが、まあ、あのもらうっていうお金の手に入れ方。で、えー、とこの盗むっていうのはまあ非常に簡単だと思うんですけどもそれに対してまあ社会通念上良くないような。 えまあ働き方ですね、まあ、いろんな考え方あると思うんですけども例えばこの本の中では戦争によって生まれる、えー、まあ賃金であったりとか、えー、まあギャンブルの依存症を発生させるような、まあ、例えばパチンコとかこの本の中ではパチンコっていうふうに書いてあるんですけども、まあ、そういうような、えー、ビジネスですねでそういうものデーた対価っていうのはまあ盗むに分類されるんじゃないかとこの本の中では書いてますでちょっと今誤解のないように言うと、まあ、なぜその今パチンコっていう内容を説明したかというとこの本の中で実はこの女の子の、えー、とお父さんの家がまあパチンコを経営してますと。 でまあ、そういったことに対してじゃあそのパチンコ経営っていうものは、えーまあ、どういうものなのかでこのちょっと短いレベルの中でご紹介できないんですけどもじゃあその稼ぐともらうと盗むっていうのの,の違いとして、まあ、定義しているのはそういう社会に対してどういうふうに価値を提供しているかっていうところを、まあ、真剣に考えましょうと、まあ、そういう意味があの多分に含まれてるんですね。でその過程の中で、まあ、あの社会通念上この人、まあ、この、まあ、著者というかこの先生もそ,そ,のそうなんですけどもこのキャラクターが、えーまあ、考えている うんまあ、お金の使い方稼ぎ方として、えーまあ、理想的ではないという例として曲がってますということですねでまあなので別にもちろんあの普通にですねパチンコメーカーであの非常に一生懸命働かれていて例えばこの稼ぐに相当するようなことをされてる方もあの多くいらっしゃると思いますそこはちょっと誤解のないようにあの今説明しておくんですけども、まあ、特にこの本の中ではこの女はこのお父さんがパチンコ屋と地主と,えと氷菓子 かなえっ、ー、とまあ、お金を貸す会社っていうのをやってるとで、まあ、それぞれについてこの本の中で、えー、まあその土地を貸すっていうことであったりとかお金を貸すっていうことであったりパチンコをまああの提供するっていうところに対して、まあ、どういうふうにこの女の子が捉えていくかっていうことですね。ままああのののそこに関わってるので、まああの 登場してきてるというふうにご理解いただければなというふうに思います。でえっ、ー、とさえっ、ー、とまあ、後半にはですね、ここから先えっ、ー、と借りると増やすというところが書いてあって、まあ、借りると増やすってところはですね、あのまあ、文字通りです。あの増やすっていうところは投資とかですね、そういう内容がま基本的に書かれてますし。 ままああ借借りりりるるいううののはもう文字通でりりですすねなんですけど、まあ、あの非常に面白いなと思ったのはです、ね、その借りるというところでもじゃあそのこの先生からこの2人がじゃあ1万円借りるにはどういうふうにすればいいのか、ま、た100万円を借りるにはどういうふうにすればいいのかということを、えー、とちゃんと生徒たちに考えさせるとつまりまあ読者に考えさせるということなんですけどもまあ、そういうような工夫が入っています。えーと それを例えば10円借りるにはどうすればいいですか1万円借りるにはどうすればいいですかじゃあ100万円借りるにはどう,でどうすればいいですかっていうその倍合に応じてですねでもちろんそのこの2人が何ができるかその例えば10円を返す能力っていうのはこの2人にあるとお母さんにまあ借りて返すとか。 そういういことがでできるんですけども100万円を借りようと思っても、まあ、実は借りないという選択肢もあるんじゃないかとかですねこの2人が借りてもそれを増やすことはできないから借りない方が得なんじゃないかって借りるっていうリスクをとって、まあ、利子をつけて返すっていうことは、まあ、あくまでリスクでしかなくてまあ、メリットないよねっていうことを決断させたりとかですねまあ、そういう面白いあの指導というかあの考えさせる内容も入っています。 で最後6つ目なんですけれどもここまああのー、作るにだろうなっていうふうに、あのー、私もちょっとなんとなく途中からまあ読みながら、えー、想像して読んでたんですけれども、まあ、作るということです。でこれは、えー、とこの本なんか簡単にですねその仮想通貨とかについても触れられてるんですけれどもどちらかというとその仮想通貨っていうまあ分かりやすいその価値創造の、えー、話に 逃げ逃げるというかその流れてなくてですね、えーとまあ、その銀行というのはどういう仕組みで、えー、世の中で回っているかと。 でえー、とすごくいいなと思ったのはそのちゃんと銀行がまあ本来持っている社会に対して価値を提供しそうな企業にまあお金を提供すると、でそのまあ提供というかあの貸し出すと,で、えー、と、その貸し出すお金の原資というのはどうなっているかというと、まあ、みんなから集めたお金ですよとこ、まあ、ういったところの機能についても非常にきっちり、えー、丁寧に説明していますしさらに、えー、まあそのリーマン・ショックの時にですねまに、あ、銀行であったりとか、まあ、証券会社というのがまあどのようにして自分たちの私服を肥やしたのかと。 まあ実はこの主人公のせ主人公というか先生がですね、まあ、そういったところに勤めてたっていう設定になってるんですけども、まあ、そういったところの,その銀行が本来持っているべき役割から逸脱した場合に銀行がどういう働きをしてしまうか、まあ、ネガティブな影響を与えるのかとか、まあ、あの正しく銀行が機能している場合にはどういった形で信用が創造されていくのか。 えまあ我々が例えば100万円を銀行に預けてその銀行がさらに別の銀行に90万円を預けてその別の銀行が別の銀行に80万円を預けてっていうような形でまあこういうお金がぐる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 回ってるわけですけれどもえとまあそういった形でえとまあ実際に手元には100万円のお金しかないんだけれどもお金をこうぐる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 相手を信用してまあ回すことによってまあ市場っていうのは回ってると資本主義社会っていうのは回ってると。 で最終的にちゃんとその、えーまあ、お金を貸し借りする関係の中には、えーまあ、社会が少しずつ良くなっていくと、まあ、そういった有望な技術に対して、えーまあ、投資をする投資家がいてその投資家の期待に応える形で、えー、資本主義経済の市場原理が働いて、えーまあ、その本当に優秀な会社だけが 残ってつまり、あ、優秀なそれを見極められる銀行だけが、えー、優秀な会社に投資をしてその優秀な会社が利益を上げて社会が良くなっていくとでまた良くなってきたお金っていうのが、えー、また次の、えー、社会の成長につながっていくと、まあ、そういった、えー、考え方ですねについてもあの非常によく説明されていたと思います。あのー、なので あの書きぶりはですねこの先生が生徒に教えるっていうすごくわかりやすい書き方になってるんですけれどもじゃあお金って何だろう、まあ、あのこの中であんまり使うっていうところとかその辺はあの書かれてないんですけれどもまあお金って本質は何なんだろうと自分にとってお金っていうのは何なんだろうかまた社会にとってお金っていうのはどういうふうに機能しているのかっていうことをあの真剣に考えるのにあの非常に面白い本だったなと思います。はいいあああののままあ、まお金自体でですすねなななかなか私も全部部理解しきれてない部分がありますので、ま、た えと例えばま1年後とかですねお金についての理解が深まった時に読み返してみるとまたちょっと違った見え方とかあのより正しい理解っていうのができるんじゃないかなというふうに思った本です。あのちょっと見た目によらずですねあの中身は全然漫画とかが出てこないあの漫画っていうかポンチェとか入ってるわけじゃなくて文章なんですけどもちょっと見た目の割には非常にあの中身の濃いですねいい本でした、ね。 はい、あで最後、ちょっと一点面白かったこの本の巻末に書いてあるんですけども実はです、ね、今このお話したこの本の内容というのはある、えー、とお父さんがですねその子ねそのために、えー、と書いた本だったそうです、えー、と筆者の家族内の回覧読み物でしたと,、えーとまあ、長女が小学5年だった頃に連載を開始数年後に次女が読者に加わりずっとこの二人だけを相手に書き続けていたものです今は三女も楽しんでいます。 えー、経済やお金の仕組みが分かる楽しい読み物を探したのですがしっくりくる本が見つからず一層自分で書いてしまおうと思ったのが運の月に3ヶ月にてやった連載は長期掲載を挟んで伸び伸び結局完結に7年もかかってしまいましたということで、えー、と本業は新聞記者の方だそうなんですけども今の庁舎の方がですね家族向けに書いてたと。 いうことですでこれは本当に何か羨ましいなと思って自分自身もですねやっぱりお金の勉強をすればするほどああもっと早く知っておくべきだったなとかですね自分の子供や友人にはきっちりこういうことを伝えていきたいなというふうに思っていてですねあのそういう意味でこの,あの著者の方が、まあ、あのこういうことをあのお嬢さんに教育されてたっていうのは本当にあの羨ましいし素晴らしいなというふうに思いました。はい、ちょっと脱でですすけども今日は以上です